今回は因数分解、共通因数でくくる応用について学習していきましょう。かけられている数、文字式のことを因数と言います。多項式の各項に共通した因数を共通因数と言います。括弧の前に出す因数分解を共通因数でくくると言います。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。答えは1番は (x+1)(1-b)(2), 2番は (x+1)(x+3)(3) です。最後に今回の学習のおさらいです。かけられている数、文字式のことを因数と言います。多項式の各項に共通した因数を共通因数と言います。括弧の前に出す因数分解を共通因数でくくると言います。これで今回の学習を終わります。